麻雀ファンの皆様いかがお過ごしでしょうか。実況の鳥谷幸典でございます。本日は第15期女流桜花 A リーグ第6節 C 卓の模様をお届けいたします。解説は山田博之が務めます。山田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは出場選手をご紹介しましょう。1回戦 C 茶からです。さあ、トータルポイントマイナス 80.4、 第15位藤井すみれ。そしてなんちゃトータルポイントプラス 29.1、 第7位二階堂亜希。そしてシャーチャトータルポイントプラス 51.7、 第4位二階堂ルミ。そして最後ペーチャトータルポイントプラス 107.2、 第1位魚谷優美。以上の4名となっております。それでは今期の成績表をご覧ください。さあ山田さん、本日の見どころ。はい、あ、見どころですか。はい、まあそうですね、どういったところになるでしょうか。まあ、魚谷はもうポイント伸ばして、まあ、プレーオフ、はい、7節プレーオフと残ってますが、はい、できるだけ優位に進めていきたい。まあ、150とかあると相当優位になりますよね。なるほど。はい、まあ、ルミは、まあ、ルミ秋は、まあ、魚谷を捉えてはいきたいですよね。まあ、プレーオフがあるとはいえ、はい、まあ、ポイント差は結構、まあ、3位の中田が、ね、落ちてきてるんで、ちょっと3位までが決勝じゃないですか。はい、まあ、ターゲットが今 61.1 の中田ということですか。魚谷もその辺まで落としておくとすごい楽になっていくので、はい、まあ、できればルミは魚谷を沈めて勝っていきたい。はい、まあ、秋は自分のポイントですよね。プレーオフに残ることから始めたいですよね。なるほど。そして対照的に15位の藤井ですが、そうですね、結構ポイント、はい、ボーダー上がりましたからね。ここは勝負どころじゃないですかね。プラスを積み重ねていきたいですよね。なるほど。そして、まあ、スケジュールの都合で藤井だけ第5節というところも、そうですね、あと3回あるんで、はい、まだそんなに焦るほどではないですね。ないということですね。さあ期待しましょう。なお、明石美奈子は今季欠場のため最終成績マイナス 68.3 となっております。はい、それでは対局の準備が整っているようです。第15期女流桜花 A リーグ第6節 C 卓統廃の開始です。ただいま立ち合い人藤島健次郎の合図によって対局が開始されました。ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。さあ、それでは改めまして、チーチャから藤井、ナンチャ秋、シャーチャルミ、そしてペーチャ魚谷の並びとなりました。トン一局、藤井の親番ドラはチュンです。さあ、ハイパイ見ていきましょう。藤井パーソーがアンコー、ドラはありません。小さも見えますけど、はい、タンヤオとか、まあ、3アンコーとか狙っていきたいですね。はい、秋は小さがアンコー、そしてルミはメンツがありません。魚谷は三ピンがアンコー、3社がアンコー1つずつといったハイパイ。ちょっと縦に入ってますかね。そうですね、うん、これでかなり縦意識しますね。さあ、チートイツやトイトイ果ては数アンコーまで、アルミは1つぐらいしか見えないですか、今のところ。ただね、はい、ここに3ピアンコであるんで、きついですね。さあ、そして縦展開で今ドラのチューンが4枚とも山の中。さあ、女流桜花も第6節を迎え、ここからの戦いかなり大きく響いてきますよね、この後。そうですね、まあ、秋とか本当沈むとね、プレーオフが本当に危なくなってきますからね。なるほど。このプレーオフの境目も面白みの一つですよね。見てる方としては今はマイナスになると危ないぐらいですか。はい、まあ、今日はルミが現、まあ、前節、まあ、国士無双の報酬を、ね、マイナス100号をマークしたんですが、それまでずっとプラスだったんですね。順調でしたよね。はい、そして対照的に藤井は、3節までずっとマイナスで、まあ、前節ようやくプラスになったという。なるほど。はい、お、さあ、大谷これで広いシャンテン、ジャン等がなく両面両面。藤井が難しい手ですね。さあ、藤井はこれは数アンコを見てますよね。まあ、ね、はい、アパーソーがここ、ルミがチートイツテンパイじゃないですか。あ、もうテンパイ。なんと一番ハイパイの悪そうだったルミにシャー短期のテンパイが入っています。シャーは山に3枚。あ、そう、まあ、チューンが切れたんでね、今チューン持ってきたいですね。リーチ、あ、今そうですね、今瞬間チューン持ってくると、はい、ここはリーチに行きました。つも切りリーチです。面白いですね、はい、1枚切れのなんと、
はい、シャーチャーのションパイのシャーノッチ、まあ、結局全部山にいるんですけどね。はそうですね、うん、何短期にしそうですけどね、リンチュウツにしても。そうですね、ここは、うん、まあ、ひねったということなんでしょうか。まあ、そうですね、我々の見方からすると、はい、まあ、どちらもあるんですが、さ、はい、あれ、テンパイではない、イーシャンテンか。秋もカンウーソーが入ってきた。ここはウーピンを外す現物、まあ、ドラのチューンが切られたんで、はい、抑えに行きたかった。やっぱりウォータニーを見てますから、はい、っていうのも大きいんじゃないですか。なるほど、このシャーは宝珠です。さあ、ここで藤井の宝珠となりました。リーチチートイツ3200点。まあ、藤井も親番ということで、シャーぐらいはということだったんでしょうか。まあ、そうですね、あの辺も少なかったですし、はい。さあ、この2局です。秋の親番、さあ親番が流れた藤井はあの表情、まあ、まだ今季1局が終わったばかり、うん。裏はチーマンです。パイパイ見てみましょう。リューハー統一、うん、統一4統一、ややこれもまあそうですね、はい、理想はチートイドラドラですね、縦寄りでしょうか。はい、藤井は一面ツ、ね、はい、なんちゃですが1枚目は仕掛けなかったですね。2枚目ここにあるけど、どこで、はい、仕掛けないまでありますか、ね、仕掛けないまでありますか。なんかね、手役派なんですけど結構器用ですからね、さば、はい、くことも上手な、はい、いろいろできますからね。いや、そうですね、もう本当にいろいろ見させていただいております。えっていうの泣いたりするしね。ああ、そうですね、これ行くのっていうの言ったりするしね、はい、行かないときはあ、これ行かないんだっていうなんかね、だから自分の中の感覚的なものとか、はい、そういうものがあるんでしょうけど、ちょっと強さの秘訣につながるんでしょうか。私そういうの全くなくて難しい、難しいですね。だからルミが一番難しいんじゃないですか、はい、割と、はい、秋、ウォタに藤井は素直に打つタイプですからね、自分の手に、はい、その中でバランスとか、手役狙うバランスとか、はい、守備意識するバラン、ね、攻撃的に打つかどうかっていうのが違うだけで、さあ、ドライチの秋が流派1枚目を仕掛けました。ないんじゃないですかね、2枚目泣く人も多いですけど、やっぱり1枚目泣いた方が周りにはプレッシャーになりますよね。なるほど。特に秋が1枚目泣いた、泣いてパーマン切られたら、ドラチーマンであれドラドラかな、はい、そうですね、手出し初ポンの手出しパーマンですちょっと怖いねみたいな感じになりますよね。そうですね、まあ、それも生かせてる、まあ、秋のブランドっていうところもありますけど、はい、私が問い面ならもう降りてるんでしょうかさあ、ウーピンも仕掛けます。両面の地位です。さあ、三枚切れのチュンを残してのイーシャンテン、初ポンドラそば手出しからの両面チーです。そうですね、ソーズの両面なりマンズだとチーマン、ヘッドと想定するとサブローマン、はい、あたりが切りづらいですか。ソーズは1から9、あ、もうローソーとかもう切りづらいですね、はい、これで5800って言われても普通のことなんで、はい、やっぱ対応していきますよね。やはりそうですね、このソーズの脂っこいとか、その真ん中あたりはちょっと、うん、本線になってしまう。実際サブローソーのターツはありますが、テンパってはおりませんが、そうですね、はい、この状況はさすがに私でも分かる、これはテンパイと思っていいやつそうだね、しかも、はい、パーマンが見えれば見えるほど、もう一枚パーマン持ってきたのは裏目だけど、はい、そうですね、例えば魚谷から見たら魚谷パーマン持ってるんで、パーマン3枚見えちゃうと、より77って持ってそうに見えちゃいますね、はい、77もしくは777とそうだね、恐ろしいパターンまで、うん、さあ、ということで藤井もウーピンローピンと、そうですね、藤井が一番難しい対応でしたね、はい、ほとんど泣かれそうな牌っていう手でしたからね。さあ、魚谷も統一が増えてくるものの、まあ、ピンズは打ちやすいですね。リャンピンチして3ピン、はい、でチーピンローピンが切れてるんでね。ちょっと、3万取った。これで。3万はそうですね。はい。秋の現物です。
と、まあ、ドラドラと仮定するのもそうだし、あれで、はい、スッチマン、ゴロチチみたいなスッチマンはパーマン切りが否定しているので、ゴロチチパ、はい、56778、現状が334だとスーピン切ったら6球満テンパになってるはずなんで、はい、現状例えば数万は押しやすいとか、なるほど、そういうのが分かる分からないは終盤テンパイ取れる取れないに関わってきますよね。その一杯大きいですよね、うん、ただ、はい、あるのは567778のやつ、8切りですね、うん、さあ秋がこれで9万の地サブローソーのテンパイ取りました。あれ日球だったのみたいな、はい、初ドライチだったのあれ77はどこ行ったのっていうふうに、ただもう終盤です、みんな手を壊してしまっている、うん、もう想図ですね。こうなれば、はい、想図の両面テンパイに見えますね。はい、リアンウーソー、サブローソー、スーチーソーと、さあルミの手の中にも上がり牌、ウオタニの中にも上がり牌、さあ各社サブローソーもちろん打ち出せません。そうですね、まあ、2900なんで手が良ければね。あとワンパイがこぼれて倒してしまった、ね、はい、ちょっと見えてしまったため、さあご覧ください、本日スーツを着ている立ち会い人藤島健次郎いやスーツ着、まあ普通じゃん。そうですね、いつもスーツでしょ。あ、失礼しました、いつもスーツでしたね、ここはね、はい、情報にそんなにバスローブは着てないとの情報もありますが、うん、多分家では着てないんじゃないですか、家でも着てない仕事でバスローブ着ることがあるなんてということかもしれませんが実は解説からの立ち会い人です。ナホーガセもね、ドラポンした。さあ藤井がチーマン、うん、私だったのよチーマンはという状況ですが、もう山が短い、テンパイ取れるかどうか。さあルミも仕掛けます、リャンソーのポン、すごいね、フリテンのリャンソー投げて、はい、テンパイ取りました。スーチーソー役はありませんが、役あるの本一じゃない、あ、本一ですね、失礼しました今隣の仕掛けを見てしまう、本一のスーチーソーですね、失礼しました、まさか本一を見逃すことになるとはやばいね、末期だよ。はい、本日は実況取り駅の磯、そしてスイッチングは福田優太でお届けしています。うーん、はい、これはこれが、まあ、パーマンウーマンですね、はい、背景に秋のツモがありますが、流局となります。さあ親の秋なんちゃのルミ、二人テンパイで流局です。姉妹対決、珍しい姉妹対決、その姉妹がテンパイで流局でした。そうですね、秋も珍しく打ち泣きして、はい、まあ、なんかやっぱり今節考えてることがあるんじゃないですかね、親番とはいえ割と2泣きが多い選手ですから。そうですね、まあ、公式ルールの打点が、はい、打点寄りな人は1枚目泣かない人が多いですね、はい、ドラが1枚あると1枚目からの仕掛けだったので、本日はちょっと勝ちに来てるというかっていうことですかね、うん、いつもよりバランスは前よりというか攻撃よりなんだなっていうのが見て取れますよね、はい、その秋が連チャンして1本場です。トン2局、ドラはローピン、若干、はい、今年は全般的に秋は攻撃よりに打ってるような気はしますけどね。なるほど、今までよりももともとが相当守備的に打つ人ですからね、はい、うん、そこはなんとなく、はい、認識していたんですが、ちょっと昨今攻撃より、昨今、まあ今年、はい、うん、2、3点、いや、ルミの手はちょっと難しいね。そうですね、ペンちゃんから両面が一つ、大谷も急所が入っていけばチャンス点になりますが、はい、という意味では秋が攻めやすい手ですかね、今のところは、はい、いいシャン点です。おお、まっすぐ打ってるな。打点がなくて愚形がある手が公式ルールは一番難しいと思うんですよ。このルミの手とか、まあ、ルミの手もうまくいけば打点ありますけど、はい、まあ、大体チート1ぐらいになりそうですよね。そうですね、うん、そんな印象はすごく、まあ、チート1にするのが一番バランスが取りやすいんですよね、あの安全牌を持ちやすいんで、
はい、やっぱ愚形残りの手ってリャンカンだったり、はい、あのペンカン三層だったりたあのとか、あの668とか、はい、あのターツを3枚で持たないといけないから、はい、安全牌が持ちづらいんですよ。なるほど、余裕がないというか、うん、はい、ヤンメンが多いと先切りはそんなにロスにならないから安全牌持ちやすいけど、はい、なるほど、6、そう、1個飛びのその3枚のターツってなかなか、そうですね、うん、カンチャンにもシャンポンにも受けづらい、決めづらいからね、はい、つまり3枚で持ってく、うん、ってなると安全牌持ちづらいから、そういう手はやっぱりチートイツ、トイツが多いとチートイツ見とくと自牌が持てる、うん、1万かね、ないのは分からないから、まあ思い切多いピンね、はい、チーマンは山に0枚です。どちらかというと単葉を見てドラは切らないという構えですかね。なるほど、ノローピンと一緒に最後まで過ごすんだと、過ごすんだ、はい、余生を余生を、いや別に死にゆく人ではないすいません、はい、そうですね、どう払っていくか、はい、3万円しました。ルミが強く見えますかね、はい、秋の現物の3万今持つか、おリーチあるな、ここは天杯カンチーマンでリーチ、山には0枚、はい、魚谷に1枚、藤井に3枚のカンチーマンです。ルミもマンズがくっつけばチャンス、はい、さあ藤井手配が単用になる、行きましたね、行きました、はい、9ピン無筋です。ドラはローピンです、まあ、単野をドライチ、藤井は割とそこはシンプルで 5-2 クラスのいいシャンテンなんで、はい、あ、そんな現物か、普通は切りづらい牌でしたけど、はい、現物でしたね。さあチーマンは筋にはなっています、うん、ただちょっとあれ、お、6チッパの、いやウッパーも切りづらいね、これはなんで、うっそう、うん、そうにしましたね、はい、おー、換算層、藤が天敗、追っかけリーチ、換算層、三層1枚、三層は1枚、うわー、秋が換できない配信した、あ、けど3位1切れなんですね、じゃあ、三層もないんですね、三層チーマン、0枚ずつのリーチ、さあ、手が止まっているのは、魚谷、ああ藤井にリアムソが通ってないんでパーソーでしたね、はい、ベースを切りたかったけど、切りたかったですね、0対0、はい、0対0です。三蔵は出ることがないチーム、のチームはもうけど降りたら、そうですね、藤井も数万を捨てているので2人の筋、まあそうだね、チーマンは否定されておりませんが、うーん、降りるってなると、ただ魚谷も6688持ってるんですよね、ない、可能性少ないですよね。パン、ああ天杯、天杯押しますね。天杯ですね。チーピンは2枚切れ。チーピンは、あ、チーピン1枚います。さあ魚谷の上がり牌、チーピンが1枚だけ。ルミもくっつきのいいシャンテン。うわー、これはきつい。2人の裏筋のウッパーマン5枚持ち。はい。ウッパーマン1枚打てないですね。ここは打てないということで。打てないね。打てません。チーピン、あー、この、いや無理です。無理だね。無理です。まあしかし静かに見送る大谷。無理だよ。無理です。この馬いったらもうたまげるね。で通ってるっていう衝撃ね。はい。まあ、藤原リャウマンが入り目でしたね。あ、そうですね。実際。さあこれで流局となりました。親の秋、そして追っかけリーチの藤井の二人転敗。もっと順目が早くてね、チーピンが現物とかじゃなければ、いやそうですね、追っかけリーチもあったんですけどね、やめた後に出る、このちょっと感触としては、なんか嫌ですね、嫌ですね、かなり嫌です。だけど、気にする気にしないもあると思うんですが、いやでもほぼほぼ切ることがない馬に見えますけどね、いや、はい、あれ打つ人は、そうですね、あれ打つ人はリーチ打ってそうですよね、あれ止めるんだったら何をやめるのっていうぐらいのそうです、ね、ウーパーマンですもんね。さあトン2曲2本馬ドラは数層ヨンタクリーチボ2本です。上がりは秋はねうまく打てば上がりはあったけど、はい、まあ、連チャンできたことが大きいですかね、うん、さあどうやら今日は前が勝っている秋、そうですね、藤井もバランスがかなり
前節ぐらいから、はい、前節立ち合いで見てたんですけど、はい、バランスがかなり前になってますよね。なんで今日は割とバチバチしていくのかもしれないですね。なるほど。やっぱポイント持ってない人が攻めて、持ってる人はちょっと引くところは出てきますよね。はい、まあ、選択肢があるといい意味では引く選択肢が持てるというところですね。はい、引く選択肢を持てるっていうこの強みは公式ルールやるとすごく思い知ることが、私思い知ってばかりなんですけど、あるけど、はい、けど引いたら勝てないですもんね。うん、そうだね。逆にやっぱ難しいよね。はい、あの追っかける立場の方がポイントない方がもう行くしかないからブレは少ないですよね。なるほど、確かに。うん、だからまあ自分まだまだですけど、その、はい、若手っていうか、その初めて桜花に残った子とかは追っかける立場の方が意外にシンプルでやりやすくて、リードしちゃうとそこからが難しかったりするよね。はい、まあ、例えばこのリーグ戦であってもチョリオカの、はい、200とかポイント持ったらどうしていいかよくわからなくなってくるよね。行っていいのかな、そう、ね、いい普段行ってたものもあれ200ってなんだろう、これちょっと行かない方がいいのかなとかで自分のバランス崩すのが怖いですけどね。お、インシャンテン、はい、インシャンテン、大谷は大谷ちょっと想像が、そうですね、はい、まあ、ドラマを使い切るような感じですかね。ヤンソンは秋の現物っていうことですかね。はい、フィジーはちょっときつそうですけど、どこまでシャア安牌で持つかどうか考えたんですかね。なるほど。ルミは感想が埋まればね、勝負ドラ重なっても、はい、そうあと2枚ありますね。うん、ジーはねこの青チを切りたくないんですよね。まあ一回イソ切るか、はい、上の現物を温存中と、ちょっと一面つもないですからね。はい、ここは表示牌の3層、さすがにこの順目で一面つもないとほぼほぼ守備ということですかね。そうですね、先手取れることが少ないので、はい、とりあえずは1回受けて後半勝負のために、はい、青チュンを切っといてリャンシャンテンからイーシャンテンにしていっぱい勝負ぐらいの形を持っていきたいですよね。うん、大谷はイーシャンテン、まあ、ある程度は戦える形ですね。はい、さあ魚谷とルミ、そして秋も想像のカンちゃん、ルミはうまくタンヤオに移行できたのでもう本当に勝負手になりましたね。チーソー引いても勝負手ですね。はい、さあドラは数層、そして鍵は想像、まあそうですね、どうしても、はい、秋もうわー、まあローマンですか、これでやっとヒーシャンテン、ヒーシャンテン想像、上のリャンカン、こちらも想像のリャンカン、パーソーが3枚切れか、急走も2枚切れ、秋はきついですね。はい、一回ウソ先切るもありますか、急走とパーソーがないんで、あ、ローソー入る、テンパイ、ウーパーピン、闇天、さあカンウーソー仕掛けてルミもここでテンパイ、サブローマン、タンヤオ、ドライチ3枚打たれた後か、サブローマンはちょっと待ち的にきついですね。藤井にウーソーが入ってくる、つらい、最終手出しが嘘、秋が高い、闇天のサブロッソーで闇天あるか、結構リーチ多いですね、はい、サブロッソーだと。さあ宇多に仕掛けた景色テンパイ、ここでテンパイを取る、さあ藤井面前のテンパイが入るか、トン、え、何シャンテンですか、うまい切れ、あ、うん、つま上がりですね、あ、はい、秋のつま上がり、つもピンフ700は900オール、うちはもう1個でしたね、失礼しました、はい、リャンシャン店ですね、今回が入るかはもう1個先の話でしたね、はい、そうですね、トンとリューハン持ってたらどういか、大体リーシャン店じゃない、そうだと思ってたんですよやっぱマージャンプロですね、マージャンプロに、はい、なって5年目になります、よろしくお願いしますさあ二階堂秋連チャンが続きます、トン2曲3本場、ドラはトン、そうですね、今のも一上がりできたのが大きいですかね、お、いいね、さ
さん、ハイパイいいですね、うん、リーチまでリャンマンからサルミア、ハクガ、トイツ、うん、そしてマンズで一メンツなんです、ね、かぶった3万から、うん、第3ゲームを見ていくんでしょうね。第3ゲームを誰持ってないんですか。はい、4枚から見ていきます、まあ、あそうですね、ハクガ、ウオタに1枚あるだけですね。いやこれ難しいね。難しいがチーピン、ツモギルもある。スーピンにしたか、はい、形優先でしょうか。うん、リャンマン本当に苦も形になりそう。はい、ちょっとねネックが多いですが、はい、タイヤを方向でしょうか。思い切ってイーピン切るとかもありますけどね。わあ、リャンソー、リャンソー、チートイツだ。ドラガトンなんでチートイツも見るってこと。なるほど、私もイーピンをとっくに並べておりました。まあイーピンなりチーピン切る方がメンツ手としては優秀、はい、ただドラがトンなんで、ね、トン持ってきた時にチートイツも見れる。あ、これでもチートイツにしますね多分、はい、シーソーどこでしょうか。ローピン、ローピン、チートイツのイーシャンテン、その辺の考え方がアキは守備的なんで。なるほど、ドラがトンだから切りたくない、はい、来た時にそう対応。大チャンス、魚谷にトンが重なって大チャンス。うわ、あ、これもチートイも残したってことですね。はい、しましたね。トンが泣けないことが多い。G はメンツで。我々とは違うね。もうウォタによっても9走しか切んないもん。あ、9走なんですね。うん、やっぱり、はい、9走とトンの3本で9走出る可能性を求めるのか、両面系をそう、ね、はい、そう強く見ていくのかっていうと、やっぱり両面でリーズもドラドラ狙う方が、このルール相手がトン打たない人たちが増えると優位かなと、はい、なるほど。あとはテンパイする順目との兼ね、球走が2枚打たれた後にテンパイしたら終わりみたいになっちゃう。はいはい、そうですねあれ相方ない、トンタンキ、トンの相方、そうトンタンキみたいになっちゃった。球走が枯れた時のあの悲しみありますね、はい、強制やめてみたいな、はい、ちょっとその打点が欲しいから欲張ってシャンポンにして相方が枯れて流局、うん、だからね、その辺、はい、速攻っていうかイーシャンテンとかだと9のシャンポン残した方が相手の先手取れるなら、あと筋とかで出たりノーチャンスとかでするからね、はい、ウーピン出ないもんねあんまり。そうですね、残せなかったんだ。そうですね、チートイツの秋が何を残しませんでした ね、あ、テンパイ、とりあえず闇点3色になんなかった、はい、G カンウーピンのテンパイ、カンウーピンは山に2枚です。さあイーシャンテンですが、トンが出ていってしまう形可能性ありますね。はい、テンパイなら切るかな。ウーピン入ればというところ、あら、ウーピン回、ここにこれ大きいね。はい、魚谷はピンをアンコにしていいシャンテン、しかも藤井もルミも欲しいウーピンでしたからね、はい、相手の上がりがほとんど潰れていって瞬間はね、はい、相手の欲しいウーピン入った。これはトンか、これはトン、切らないはあるのか、連想3枚切れ、うわ切らない、すごいルミトンを止めるすごいな、魚谷に満願の天敗が入っていたところですが、うん、まあ、2走が3枚入れなのが嫌だったんでしょうね。トンポンされると勝負にならない、はい、ということですね、まあ、7700ですね、うん、あ、いやすごいね、いや切るよ、はい、いや切りますね、いやテンパイだもん、はい、切りませんでした。見ましたか皆さん見てると思うんですけど見てますね、はい、いやすごいね、うん、この我慢はね、確かにハクのみの天敗ですが、魚谷からリーチロー9万、9万、あと9万統一だったな、9万は場に3枚切れて9万が1枚じゃないか、はい、9万1枚だけです。サルビがウーピンはなくなってるのか、藤井、そうですね、魚谷のみに入ったからね、はい、さあ9万山に1枚チーピンがあんこになる、ただルミに対してちょっとピンズが高いんで打ちづらいですか。なるほど、うん、そうすると両面払ったのは見えてますからね、はい、
一番は大谷の現物。ピンはもう山にない。いやちょっと、まあ、ただチーピン打たないが難しくないですかね。しょうがないですね。あ、なるほど、ここはチーピンとします。21に、はい、通ってる牌がないですもん。うわー、いや天敗、これで通ったら天才だけど。いや、何2枚入れたからね。さすがに、なんでさすがに、さすがにね、リーチならトンはジャン通でしょ、なんでパターンが漫画ですね、もうそうなったら。さあ藤井天敗続行。秋はチートイツのイーシャンテン、まだ一応粘れる、まだ牌可能性はあります。ルミはトンを切らず、テンパイ取らずのイーシャンテンです。パーピンとトン桂馬掴んだ。これはただ、さすがに打てないか。チーマンギリリーチで ローマン自分から4枚見えてますからね、はい、マンズあるとしたらほぼ6球満ですね。だってチーマンギリリーチで6持ってないんだから、はい、いやそうですね。でパーマン、どの形から7が出たのと。パーマンが1枚、まあ、パーマン残党とか、はい、788からの7切り、パーマンあんこになってる位置とかはありますね。なんでもうほぼほぼ5割じゃないですかこれ。うん、5割は言い過ぎ、3割ぐらい、3割ぐらい、考える。くっつきとかもあるかもしれないからね。はい、ここは我慢。えらい藤井、ナイス選択。あれ、天敗取れ、天敗取れました。秋大きいねこれは。さあ連チャンがほぼ確定です。龍玉、親の秋が天敗を直前で入れて2人天敗で龍玉。さあ大谷ありませんでしたが、ルミのトン止め。そうですね、はい、それがまあそれにつきますけど、藤井もしっかり我慢できましたね。強そうですね。ポイント欲しい中、はい、ノーテンバップ、ね、テンあれさえ通ればね天敗でもらえるっていうね、はい、まあ、トリア君そこにあんまり良くないだろうけど、よくみんなその誘惑に引っかかる。そうですね、私はロンって言われてますね。あ、そうなの。下手したら、いや、テンパイ、あんまけどテンパイを取りに行かない。あ、そうですね、はい、うん、1枚ぐらいだったらと思って切っちゃう私もいます。じゃあそこら辺ちょっとね、あ、はい、まあまあ、はい、切る人いっぱいいますよ。さあトン2曲が4本場になっております。秋の連チャンが止まりません。はい、だって映像で見てる人とかね、答えしちゃってるからね。9万取るときは切りゃいいじゃんってなるし。なるほど、俺も見てたらそう思うもん。見てたらそうですね。え、なんで見てたら、そうしたらいいじゃん。いやそうですね。お、うん、秋関数ピン、ね、これはドラが小さいか、ドラドラ、ルミ重い。大谷は2面ツですが、うん、あ、藤井も少し軽くなりました。そうですね、うん、それでもスリムにしたか。目いっぱいにした方がいいかな。なるほど、この順目はチーピンが痛すぎるから。やはり序盤は目いっぱいの方が、うん、の方がいいと思います。序盤目いっぱいで、まあ、4,5 順目ぐらいを基準に安全牌を持っていくような、なるほど、ぐらいにした方が、序盤で特にターツが不確定の時、はい、まあ、5ブロックあっても弱いターツがある時はくっつきを見て、はい、まあ、そうするとね、早いリーチには弱くなっちゃうんだけど、上がり逃しは減りますよね。なるほど。うわー、絶好のペンチーソー。ドラのペンちゃんから入ってきて両面のリーチです。いいね、はい、いや、いいですね。ただ、まあ、そんなに簡単じゃないか。両ウーマンはここに3枚、うん、あと1枚ずつ、みんな、はい、両ウーマンが1枚ずつ。いや、藤井ここは引いておきたい。いや、大谷も、あ、勝負形になってきてましたからね。はい、ここは大谷の宝珠飛びました。リーチピンフドライチ3900の4本場5100点。長い長いトン2局が終わりました。トン3局を迎えます。さあ藤井一息つけたでしょうか。まだ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 ポイントが欲しいところ。ルミの親番です。トン3曲、ドラはウーピン。さあ、トイツが3つのハイパイは9層から大谷です。さあ、
真ん中5、6が多い形、藤井ハスが行きますね、これはおそらく、はい、ピンズに寄せていくんでしょうか、うん、あとはメンツが1つ、うん、延長上の3色も見えるので残した、重なる秋も仕掛ければ上がれそうですね、はい、さあ藤井白を仕掛けます、捨て牌はマンズだけ、また色はどっちか分かりません、どうですかね、ほぼほぼドラ色のポイントかと、はい、いやまあそれは分からないけどね、全然どっちか、はい、分かんないけどちょっと早いかなとは思いますけど、さあ秋も1枚目のチューンを仕掛けます、積極的ですね、はい、いいじゃないですか、サルミアチートイツか、魚谷メンツ一つ目、ちょっと藤井の場合は白にこだわらなくてもよかったかなという手なんで、はい、重すぎますよね、ちょっと遠い仕掛けになってますよね、遠すぎるので、はい、それだったら白泣かないで一通目指してる方がいいぐらいの、はい、さあ秋がイーマンのポンを入れて老朽馬の天牌です、現状役はチュン、9万強そうですか、9万がもう誰も止まんないような、さあこれ9万か、2万に9万を、9万の使い手がちょっともう使い手はい9万の使い手が皆無です、あかわいそうあ9万まあけど使い手ですね、ここそうですね、一応889、そうですね889、なんとか1枚引けば使える、なんでね、こうちょっとここが字がね、あーチーマンがどんどん薄くなっていく、まあただね、後に仕掛けられたからしょうがないんだけどね、ただ仕掛け自体がちょっと遠すぎるんで、はい、リスクを負いすぎることになりそう、ただまあ藤井のテーマが今日は勝つということだから、これも覚悟ということかもしれませんが、なるほど、そうですね、藤井は現状15位スタートです、現状ピンクゾーンに16名いる、はい、女流王家 A リーグですが15位、あこれ嬉しいですね、はい、ちょっとネックのペンサンピンがねのところが軽くなったんで、あ難しい、キューピーションパイだけどキューピーの方がポンされそうなんですけどね、フーピー持ってきたら困るんで、はい、瞬間そう瞬間ポンされる可能性が高いキューピーを切るのか、はい、後のウーピン引きでパーピン、はい、起きれるようにしたいのかという迷いが一瞬あったように見えました、まあ、実際どっちかな、若干ローピン切った方がいい気がします、あのもうこれ、はい、大谷も9万は切らない、お、いやいや6ブロックにした、なんか6、9万で速攻で終わらせたいじゃないですか、行く手じゃないから、はい、だから9ピンポンとか入ってここで9万もうしょうがないね、はい、秋の上がり役はチュン1000点、ルミの親が流れます、だから1万のことの方が怖いですからね、はい、もう速攻という形でしたか、うんうん、だから、はい、高い本手の藤井のピンズの本位置にテンパを入れさせないまま終わりたいじゃないですか、なるほど、リスクしょうがない、ほぼほぼ今目論見通りという、まあそうだね、だから9ピンとローピンだったらローピン今切っちゃった方が、ウーピン来たら困るんだけど、なるほど、さあ4局です、ロタリの親番、ロタリ1メンツと白が統一、藤井はピンズがやや多い形、ドラ1、秋は秋のピンズが多い形ですが何から、海の大吉もが関ウーピン、面白くなってきました、はい、私といつもメンツでもまだ分かりません、白が表示牌なんで泣く泣かないの判断が先に迫られるかもしれないですね、はい、大谷だと泣きそうですかね、親番はただこれだとね、なんか面単品みたいなのも見えてきますけど、はい、親番ですよね、いろいろそう小型は泣かないでしょうけどね、はい、いろんな選択肢が、うーんチートイツに行くもあるゴロチを狙う、ゴロチを狙うか、これは泣かないか、トンから切りたいかな、ペーコー丸三色もある、ヤンマンの重なりとトンの重なりどっちが嬉しいか、白を生かしていくんだったらトンが嬉しい、
草秋はピンズがつながるローピン、これは思い切って本日いきますか。本日に寄せます。おお、いいシャンテン。いいね。あっという間にいいシャンテン。いやー、ローソー引いたらそのままリーチですか、鳥屋さんは。私ですか。いや、私もあの魚谷の手で、私の見解ですよ、あくまで、はい、白いらねえなって思っちゃうんです。ああ、ローソー引いたら白切っちゃう、はい、思い切って、はい、いいんじゃないですか。本当ですか。面白いと思います。面白いの言葉いただきました。逆境のトリアです。いや、俺も結構切る時もありますね、はい、あ、本当ですか。俺は、まあ、ただ切る時と切らない時を使い分けなきゃいけないかなっていうのが、それはそうです、ね、私のね、毎回白切るのはさすがに、はい、私がいまいちを。あ、これで白ありました。これは、はい、これは白切る、あそこでもありましたか、はい、ちょっと、はい、ヒロさんと答えが一緒で安心しております。打点を見るかどうかですね、はい、まあ、これで、うわ、これはもう白ですね。これはもう白以外何切るんだという。まあ一応、はい、チーソー切りがありますけどね、はい、スーソースーソーと引いて、あ、ドラドラ、パーマント三品はどうなの。ローソー打たれるのはちょっとやだ、さあ手がぶつかる、ぶつかる、チーマン、チーマン来た。ここはもうスーマンですね、スーマンポンされてるから、はい、うわー、ローソー来たら、ローソーウーピンでとんでもないことに。ウーピン、ウーピンはあと1枚いるんですね、うん、あー、ない、手牌に1枚、手牌に3枚、デミから欲しいのが切られまくる、あるね、よくね、あー、はい、あります、あります、誰かチーしてよみたいな。あります、はい、誰かチーしてくれてたら、さあいいシャンテン、白を切って、あら、パーピンもなくなってきた。パーピン、さあパーピンチーか、チーだね、チー、チーからのトンでしょうか。カンパーピンをチーした二階堂脇、まあ、トンでしょうね。さあチュンと初がトイツ、初はドラピン好き、うん、いや入ってたんかい、うわ、そしてこっちにも転売取られた、そしてパーピンが魚谷にと行ってしまった。届いちゃった、届いちゃった、届かないはずのパーピンが魚谷に届けられてしまった。さあ魚谷も転敗、サブロッソ、秋はいいシャンテン、1枚ずつぐらい、ルミは転敗、3ピンパーマン、パーマン、嘘、あ、これ変える、ウッパスソースとチーソー切って2変えますね多分。さあチーソー切って3面ちゃんにするか。サブロッソ5枚見え、パッソーが4枚一応見えてないので、はいはい、ここはウーパーソースーソーに変更。さあそのパーソーが、あー、なんでねん、なんだろう、泣くとみんな一個ずつずれていく。いや、ピンズが下ろせないならマンズになっちゃうかな。パーソー切れないし、おー、はい、頑張った、我慢、藤井よく見えている。まあ、ただチーピンがねきついんでね次、はい、まあ、うわ、ちょっと嫌だけど行った、はい、嫌だけど行く感じ。そして三面ちゃん転敗は大谷だ。こういう時誰がドラ持ってるか教えてほしいよね。いや、教えてもらえることあるんですか。ないです。教えてほしいです。マジ誰誰誰、はい、まあけど魚谷じゃないですね。なるほど、パーピン 1回目泣いてないから、はい、手が変わってなくて、うわー、魚谷のツモタンヤオ、ここは秋のチャンスで、うーん、魚谷のタンヤオがかわしていく。魚谷連チャン500オール、いや、あのパーピンスルーできますか、秋野っていうとこですか。うーん、難しいとこでしたね。泣く方が普通ですね。さあ魚谷が上がって親番でレンちゃんです。トニー4局1本場、ドラはローマンです。ローマン1枚、うん、メンツはありません。いいけどね、魚谷にとっては感じがいいですよね。結構みんなに裁かれそう、はい、まあ、高いか安いか分からないし、回られそうな局面で、はい、トンバちょっと前半苦しかったですね、うん、まあ、結構ノーマルな選択とはいえ、はい、いい選択ができて上がれて、はい、続きましたからね。親がこのまま行ってしまいたいのか。さあルミは2メンツ、マンズが2メンツです。結構このパターンは危ないですよ、はい、魚谷の連チャンが止まんなくなるパターンでもありますね。なるほど。さあ秋は三トイツ一ヤンコ、ルミア自敗を選んでいきます。一面つ完成、大谷
火の手が整っちゃうと高打点の感じです。高打点が3安打とか数安打までいけばね、はい、いわゆる最近言われる夢ですね。夢夢。ただ魚谷にウーマンがないのがね、ちょっとかなりのネックですか。ああ、そうですね。うん、ただね、相当伸びてますね。しごろ方向、タイヤ方向、これまあ3色の一通を見ると、その他に有効牌をどんどん引いてきます。なんか全局からどんどん有効牌を引いてるイメージが。想像切るのがシンプルですかね。そうですね、角切りとしました。シンプル。あ、これで攻めやすくなりましたけど、さあ白は藤が1枚持っています。秋に統一の旗です。これで守護路のいいシャンテ、これでカンウーマンの方を選択。ウーマンが山にありません。ここに3枚と表示牌。ああ、これか。あ、そうなんだ。本一もあるのか。本一も、本一と数アンコっていう、本一と数アンコと、まあ、あとチートイツと、なかなかチートイツはしないから、しないですか。しない、これを1600には。ああ、まずするか。チーマン引いたらウーマン切っちゃうかもしれないけど、チーマン、いやー、もう無双図切りたい。いやー、あー、でもどうなんですか。秋は、うわー、ローソン、まだ1枚目の白泣きますかね、こうなったら。うん、あら、さあ魚谷、これはパーマンですか。マンズをリャンカンに、うん、これで魚谷の上がりが出てきましたね。はい、チーマンただ1枚、チーマン1枚、ウーマン0枚。うん、まあけどカンチーマンにしますからね、転敗したら、はい。おお、いいシャンテン。9万は強そう。めっちゃ強いか。そうですね。4万が3枚いるのか。これは数層で、上の3色がこの6、7、8までいければっていう感じですかね。はい。さあ、藤井は受けてるか。なんだ、ピンズは7は違う。さあ、秋の天敗が OK ですか。入るか。ローマン入った、はい、気持ちいい。白とペイのシャンポン、面本の天敗。まあ本一っちゃ本一だけど、そんなに、はい、絶対面本かっていうとわからないんで、まだ止まらないですね、はい。白は1枚、そしてペイが2枚、1枚かな、1枚、うん、ウオタンじゃない、ルミが切って、はい、なりますね。1枚ずつ、さ、9万なんで、ペイは止まらないですね。ペイいらなくないですか、皆さんっていう。まあ、藤井はね、かなり手が悪いんで、はい、そうですね、藤井は一旦ここは打たない選択が、今ウソ取ったんで、はい、合わせて、もうずっと順から合わせて、藤井の白も出ることはなさそうですね、はい。ルミはいいシャンテンなんで、ちょっと微妙ですね。あ、天敗。ウーピンが入ってカンチーマン。闇天。闇天。うわ、怖い。闇天カンチーマン。そして、白とペイは1枚ずつ、白なら羽マン。まあ、2対1なんてもう分かんないもんね。はい。1万2000と8000。うわ。3万。切っていく。ペイが来た。しかし、いや、ここからは出ない。ペイと白がここに来た。1対1、ローマン、めっちゃ目立つ。急に、え？さあ、急にローマンです。はい、みたいな。はい、何ですか？アキさん、何ですかと、うん。さあ、急に切られたローマン。いや、怖いね。お互い高いからね。はい、お互い、お互い1万2000。そんな状況です。ん？ナッキーは8000じゃない？ああ、これで青青で足りるもんね。ね、はい、青に、あと4回切れるもんね、青が。ナッキーは、そうですね。うわー、ローマン、ローマン。来るなら言ってよって感じです。9万から残しときゃね。はい。ナッキーは白角で跳ねまん。そうですね。はい、上がりは。角上がりは、ありませんでした。流局。魚谷と、秋2人天敗で流局です。いや、本手同士でした。いや、そうですね。ただちょっと上がり牌が、
まあ、藤井が丁寧に打ったというのが大きい一局でしたかね。そうですね、手組んだりするとあのペーが下切りになったりするケースも、はい、ぐらいはと打ってしまうところだったんですが、藤井の守りが光った一局。さあ、トン4局2本馬、魚谷の連チャンです。ドラはパーピン、はいですね、結構まで続きそうな上なんで、はい、今日は長丁場の予感でしょうか。親で連チャンをして点を稼ぐんだと。さあ、魚谷両面ターツが3つ、ここは、はい、孤立のローマンから。藤井はチャンタが見えますが、第一相撲はローピン、秋デキメンツが1つ、ドラ受けのカンちゃんが1つ、ルミはなんとスーピンが統一1メンツ、まあ、シャアですね。まあ、第一だからシャアでもよかったと思いますけどね。なるほど、うん、もうシャアは痛いけど、はい、何かを切るとロスができるから、はい、シャア切ってシャアだけのロスにするのが、うん、ローマン周りも全部切ることになっちゃうから、はい、スピードを取ったってことですか、魚谷。うーん、そうですね、はい、どうなんだろう。まあ、もちろん迷ったとは思うんですけど、はい、さあ、ルミが吐くの一泣き、いいチャンテンです。さあ、その藤井の難はルミが仕掛けられる牌ですが、まだ切りません。チャンタの手作り、まあ、ルミはこの辺両面に、この辺機敏ですよね。その、はい、魚谷に流れっていう言葉はあんまりあれなんですけど、魚谷連チャンさせないぞと、連チャンされそうな空気になってきてるので、ここはかわしに行こうと、はい。さあ、ルミが難を仕掛けて、うん、老朽層の天敗、これは相当かわせそうですもんね、はい、他の球層もつも次第で出ちゃうしね、はい、結構出るパターン多い。老朽層は魚谷が1枚持ってる球層だけですね七山もうダメですね、もうダメですね。だあ、うん、ここで宝珠となりました。さあ、ルミ白線は1600、こういうね、なんか傾きそうな感じの時、はい、流れというか、その勢いが、はい、持ってかれそうな時にさばくのが本当にルミはうまいですよね。確かに、はい、ちょっとなんかムード出ましたね、大谷さん連チャンが止まんなくなりそうっていう時にピシッと機敏にできますよね。これがなんか、まあ、今のは普通に見えますけど、はい、なんか一通とか三色でもやったりするもんね。一通の地位点とか、はい、これ泣くんだ、ね、はい、ありますね。でそういう意図があってのそう、そういうなんかそういうことはめっちゃちょっとなんですか、これ3色できてます、藤井の大会くっつき3色ドラ1できてますよそんなバカな1曲です、ドラ1万、一応 E 万から切りたいぐらいで、ね、はい、はい、いいシャンテンです。だってペーこれさ、はい、ペー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 って切られたらもう吐くでしょ2万引くかもしれないけど E 万切るかもしれない、ここまでいいと、ちょっと6000オールのいいシャンテンがハイパイで、うわあ、ああちょっと9ピンだけは引きたくないね、はい、先ローピンなんとか来てくださいって思います。すごいハイパイです。ローピン引いたらどうする、リーチです。あ、リーチですか、闇点もあるよ、闇点でありますね、パンピンで1万8000で、あ、そうですね、あ、闇点ですかね私は、はい、過去リーグ戦でこういう手をリーチして親で何度か枯れ舞いましたそうね、闇点、ローピン引き闇点で十分かな、リーチでもいいけど、いや、公式ルールでこの藤井のハイパイはもう最高と言っていいじゃないですか、うん、天敗ですが、一旦ここは、うん、ここは C ピンで数ピン短期の天敗を取りました、うん、どっちが嬉しいか、3色は崩れしたくないですかね、はい、もう出上がりで1万2000あります。次は数万がいいですかね、やっぱり、はい、数万来て、数万来たら、数万来てどうします、数万来てトン、いや、トンはトンがいいと思うけど、少し考えての、ちょっとトンので、まあ、トンはそんなに早く出ないし、ちょっと注目されたくないっていうのもありますか、まあ、ダブトンではないですが、まあ、3ピン引きが痛いですからね、とりあえず後継、はい、さあ、藤井に、藤井に何て言うんですか、神様からの贈り物と言っていいのか、いや、自身が招いたハイパイと言っていいのか、すごい贈り物来ましたよ、はい、これさあ、何が来る、うわ、うわ、これは嬉しいんだけど、9ピンで5800は言いたくない、はい、これ闇点でサブローピンリーチとしました、いやー、さあ、サブロー9ピン、3ピンが1枚、はい、ローピンが1枚、1枚、
9ピンが9ピンが、あ、4枚ほとんど9ピン、しかしそうね、ほとんど9ピン、ほとんど9ピンです。しかしサブローピンをここは積もる姿を見たい。これ5800はきついね。やだよ、いやだけど見逃しはありますか？見逃しはないですか？5800、うん、ないと思います。はい、ただ5800、あー数万切れた、いや無理、数万からくれよ。いやー、ここで数ピンウーピンを切っていくっていう選択はありませんでした。ちょっと難しいね、その選択は。はい、もっとサブロッキューピンがダメだっていう情報が。ドラッキューピンの妻メンピンツモドラ1は2600オール。嬉しいけど悲しい。はい、山田さんの予想が当たった形、9ピンは嫌。いや、いやだね。いや、もちろん嫌なんです。いや、2ロコールもちろん嬉しいんですがってことですよね。俺と2ロコールはね、いや、6000オールと2ロコールは言います、違う。違うね。違いますね。10ポイント違うしね。はい、まあ、しかし藤井も連チャンです。一局一本場、ドラはパーソー。いやー、まあしかし引いてきてしまって振り点で、難しい、うん、無理にね。そうですね、まあ、そこまで欲張ると流局して、流局ももっと悲しいですね。なんだったら2人転敗とかなって500点みたいな。いやですね、そうですね、リーボー失ってあれの収支がプラス500点はちょっとやってないですよね。しかしすごい敗敗だったね。いやー、そうですね、うわ、目の覚める敗敗。そして今度は秋に目の覚める手が入っている。別に眠たいわけではありませんが、本日初ドラ、もう満願がほぼほぼ確定しているかのような形。3ピン引かない限りは絶対に本日にしそうです、まあ、3ピン引いたらリーチでしょうね。なるほど、シャンポンですかね、こちらです。うん、まあ数層切ってリーチでしょうね。まあ、三蔵も泣くフォーメーションにしてますね。はい、関三蔵、関嘘、地地から行くんですかね。それはどうなんだろう。一応地できるフォーメーションにはしてるけど。はい、さあ藤井メンツが2つ目、まあ、ポンした後はね絶対地するでしょうけど、テンパ外しで、はい、想像はまあまあいいですか。全体もそんな持たれてないもんね。はい、なんでかなり本日には自然にいけそうな。ペイは一枚切れ、まあやっぱり3ピン引きのねリーチはあるんで。なるほど、いいシャンテンはキープするんじゃないですか、はい、簡単にあの間3ピンのターツは外さないってことですね。仕掛けが入る。シャーチャのルミがバカゼのナンをポン。そして秋が初のポン。さあここで本一に。まあ本一ですかね。はい、いいシャンテン。一応換算ピンの天牌ではありましたが、ここは打点のある本一へ。ドラ。さあ親の藤井はドラ。さあ二差しは見えるもののパーソーが想図が出てしまう。藤井どうするか。いやあ小さ、これも打ちづらい。まだテンパイじゃなくは見えますけどね。はい、3ピン払って本一の一三これは旬も嫌ですが、旬から旬強くいく藤井。初4枚目、ここは、まあですね、はい、果敢。さあ林シャンからは白、一枚切れの白置いて手から9万。いやきつい。大谷、急走は行く、まだでしょと。さあこれはいやー知恵したくないけど、はい、秋換算層の天牌を入れました。両層の地位です。二差しで地位、初を冠している秋です。本日初ドラの天牌換算層。藤井3層がですね、
1枚切れかな、だからで風呂で1枚、風呂で1枚だけですね。うわすごい問題みたいの来たよ。あ、本当だどうしますか。え、これチーマンつもぎりですか。まあ手筋としてはつもぎりですね。あ、つもぎり、うん、今のは正解ってことでいいですか。まあ当時が正解したってことでそうですねありがとうございます。ただルミにロンって言われるかもしれないから、ね、そうですね、チーマン怖いこれでロンって言われたら、はい、悲しいよね。アンカン大好きですからね、ついアンカンとか言いそうですが、さすがにね、しかも掃除が打ちたくないんでね、はい、できれば。さあ、換算層は山に3枚います。2枚かな、あ2枚ですか。チーにも使ってる。あ、うん、チーとルミの捨て牌に1枚、あと2枚ですね、失礼しました。そしてパーマンが暗号になった。大谷はもうピンズをほぐしていく。藤井はいっぱいいっぱい。運送がもうないのかじゃ、うわあ、ルミもこれは打てないね、打ち止めでしょうか。マンズでしょうか、うん、ボタにペイがペイは現物ですね。ただ総図いっぱい勝負はきつい。いやうわさあ、総図は薄い、しかし想図は切らないとして、打てないからね。ピンズかつもぎりか、まあ、チーマンが打てるならローマン打っといた方がいいですか、はい、積もりました。秋本一初ドラ2004戦は、2100、4100、うん、大きいですね秋にとって。45000、いやはい、ここで満願の積も上がり、攻めやすくなりましたね。これでさあトータル7位の秋がポイントを稼ぎに来た1回戦、目論見通りの展開ということになるんでしょうか。難2局を迎えて親番、ドラはローマンです。ポイントも4万5900点。さあハイパイメンツが一つ。さあ大谷もメンツがない、藤井もメンツがない。さあ少し遅い展開でしょうか、みんなが遅い、はい、まあ、ってことは親優位ですか。さあ秋トンバでは4コンバまで連チャンしていました。エンジンをかける説なんでしょうか。第6説です。いや、順、まあ、順ちゃんか、打点がある分、はい、系だけど遅くて高い形、うん、秋はもう意外に 7,8,9 とか見えるけど、面単品狙った方が良さそうですね。まあ、先制リーチメインということでしょうか。自然にあとツモが伸びてきそうなんで、はい、内に寄せてった方が。さあ三面ちゃんが埋まる。ルミはダブなんです。結構あれ、ここもいいシャンテンだけど、あれ無駄相撲がない。魚谷がなんか今日さっきから有効杯バカバカに出てくるそうですね、ちょっと遠いねって言ってたら、はい、気づいたらあれ、あっという間に遠いところが、うん、一番乗りまであります。ありますね。さあルミがダブナンを仕掛けています。そうです。あードラのローマン入ってくる。6ローマンマンズが両面になって、ローマンが下がった。チーピン一応イーソー切って3色も追いますか。イーピン重なりから、はい、イーピン9ピン引きから。さあ大谷に純ちゃんが入っています。さあルミが2つ目の仕掛けです。9万の地、うん、ダブナン、うわーうまい。あーテンパイイースーマン、ダブナンは2000点。ここでルミの仕掛けが、そうですね、はい、ものすごい効果をしっかり秋のベンチャーは阻止して、はい、魚谷の高打点も止めて、自身の親を迎えてなどなど。おっと、あ、今一瞬ワンパイ、おっと、もう笑ってます。何が、ワンパイが少しこぼれたようです。さあ立ち合い人の合図で続行となりました。難3局、ドラは9万です。
ルミの親番ハイパイ何が統一さあ遠くに少数神なのか、いやトンシャーペイは1枚ずつですね遠すぎる遠すぎるね失礼しました遠すぎました、まあ、まあ本日はあるね、はい、お魚谷はほとんど一通のようなハイパイ、うん、G は一メンツ、ちょっと秋も一メンツ、秋はきつそう、打点も見えないし、いやまあこれはね大谷は鎮痛にしたいでしょうね、鎮痛みたいですね、藤井は浮いて終わりたい、あと2局、藤井はそうですね、うん、藤井のプラスは1200点と、どっちかは上がんないと難しいですかね、フォーラスとラス前か、はい、何3、4と、横移動っていうパターンはなかなか、まあそうですね、秋に手が入って秋がさばいてくれればありますけど、はい、さあ藤井はドラが孤立、おドラドラ来た、シーマン切りもありますか、ドラドラ固定、うん、さあ何はポンでしょうか、あただ本あ E ピン振り点か、はい、魚谷はなんちゃです、ダブナン、うーん3色あるけど、はい、とりあえず手広くまず一通の形ができてきた、なおしばらくかかるかもしれないですね、はい、さあチーピンの受けもできた、あ9万いった、ここはここでドラをリリースです、海は泣かない、泣いてもよかったですけどね、はい、ハンパイが結構打たれた後なんで何が止まっちゃう可能性は結構ありましたか、あなるほど、最後ぐらいにね、さすがに9のポンなら薬牌が相当マークされるってことですよね、そうです、その中で白髪チューンが全部打たれちゃってるんで先に、はい、まあほぼなんってなっちゃうからね、ちょっとそれがきついですか、上がりを取りに行くには、大谷は鎮逸だけどちょっとちょっとそうですね、形が伸びないからね、はい、3万がどこに、3万あと1枚ですね、うん、1、2、3になりつつだというのか、もうパーマンネックその1パーマン、うーんただ2万か1万引かないと伸びていかない、うん、そうですね、1万がない、なるほど、2万もない、3万1枚だけですか、うーん、 E 万すらないんじゃないかな、お E 万がないのきついね、あーなるほど、なんかどうもうまくいかないよね、はい、2万チームはないんですよね、うん、難しいですね、3万引いてシャンポンテンパイから C 万が横伸びみたいな、はい、27のシャンポンからですよね、そうなるほど、一回それを経由しないといけない、まあ3万チームはできますけどね、トランジットみたいなことですよね、うん、そうないからね、はい、うまいこと言うね、はいはい、実況トリアいきなりでございます売ってくね売ってくね、そうそう、ちょっとね、いやちょっとね、はい、ルミネ、はい、今3万外すかどうかの判断ですね、自分が上がりたいこれ、うわーうわー、ソーズに手がかかる、うマンズには手をかけない、ウォタニの捨て牌にはもうそうですね、マンズと書いてあります、両面売り点とはいい、スーピン払ってその後チーピン払われたからね、オスチーマンテンパイ、あ秋にテンパイ、もうトランジットできないよ、トランジットできないですここでイーマン、しかしイーマンは仕掛けられない、はい、おウソ、カンウソの地位は藤井です、なるほど、イシャンテン両面両面、両マンもかなり薄いよね、両マン1枚薄いですね、ウーマンウーマン1、ウーマンもないですね、ない、はい、ないね、リャンウーマンはもう順から、あローマン、ローマン、あうんさあローマン、うわ何も頑張ったけど、もちろん本人も枚数的には厳しくなっていることは百も承知でしょう、うん、秋はそんなに押さないですかね、なんだこれ、パーピン、ローピンが3枚、チーピンが2枚、うん、うわこれはルミを見てですか、リーチが入っています、あそうですね、はい、リーチ、失礼しました、ルミがリャンウーマンのリーチですね、まあ、ほとんど通りそうですけどね、はい、ウッパーピンが、はい、ローピン、スーソー、チーピンと、
ローピンチーピン先切りできるほどウッパーピンがいいマッチじゃなかったですからね。パーピンがその時点で3枚切れ、チーピン切った時点ですね、はい、ウーピンが1枚切れ、4枚切れのところに6、7、7で7先切りするかというと切らなそうということですか、というのがありますけど、ただ手の都合でそれしか切るものがない時もあります、はい、さあ時間を使います。秋、まあ、パーピンをした方が良さそうですね。現物も足りないんですよね。3、1の切り順だから両ピンも通りやすそうですが、はい、ルミなんで自信はない。 E マンしか現物がない。チーソーが数字ぐらい、はい、一回押しますか。押さなそうだけど雰囲気は。そうですね、チーソー切りそうな想像に今手がかかってはいます。 E マンは現物ですが、魚谷に何の手出しが入ったんで、はい、問い面にマンズの色が濃厚ということで、ということでマンズが打てないってなるとチーソー1枚しか打てないのでパーピン切って、なるほど、ということですね。ほぼほぼその通りのような、そうやって頭の中でループしてたんですけど、はい、人形劇のような感じでした。人形劇谷のメンチンはイーシャンテン、マンズってなんかテンパイしてそうに見えるよね。はい、なんかテンパイって倒してもなんかそのままもらえそうなすごい綺麗な位置がバレちゃうかなあの辺が。そうですね、あのマンズのチーマンのよね、はい、ごちゃって隠さない、ちょっと上下逆にすれば何間違ってた、イーマンサンマンとか言ってるもんね、はい、言っとけば、うん、なんとかなりゃダメですよ。できてたっけ、はい、なんとかしちゃダメなやつですからねさあ藤井は白を引いてドンはサンマン入れてましたね、テンパイ続行。4枚1枚、いやリャングーマンがもうあないの、はい、魚谷3枚秋1枚なんですね。あれ、おパーマンテンパイですね、これさあイーマン3万のテンパイ、あしかしここはチーマンが選ばれて秋の上がりピンフ、そうですね、はい、先天です。イーマンが狙い目だと思ってしまいましたか。そうか、難しいところです。上がり取りに行くならチーマンだし、秋ケアするならイーマンだし、そうですね、上がりを取りに行った強い選択だったということでしょうか。お、なんだか少しいつもと違って戦いの場なんですけど、微笑みがありますね、なんとなく、はい、うん、さあ、オーラス何4局です。魚谷の親番、ドラはローマンです。お、魚谷マンズで、お、ちゃんとか丸見えです、はい、トンがトイツ、そして二面ツ、丸見えになっているのはチャンタ、まあ、自敗からですか。ウーピンからいきます。ウーピンからいく、上がりますと、バレても上がりますという、そうね、チャンタです。悪い悪いですね、悪いね、磯から、ルミは両面ターツが3つ、トラ受けが、リュウハも重なった。いや、1枚目はユーハ1枚切れか、藤井はピンズで1通か、ローマンが1枚、藤井は上がりたい、とりあえず上がりたい、タニヤオもありますか、はい、さあ誰だ、魚谷がチャンタのイーシャンテン、トンが乗れると危ないですね、はい、先日というか何曲か前の純ちゃんの仇、チャンタで打ちましょう純ちゃんの仇、純ちゃんの仇はチャンタで、はい、本初ペンチーマンのイーシャンテンです。親の魚谷、魚谷がここで高打点を決めてくると、おーすごいスリムですよ、はい、ちょっと捨て牌濃くなってきましたね。そうですね、タイヤオ牌しか捨てていません、国士みたいな感じになってきますね。何してるんですかと、うん、4着目の親番が上がってくるとすごい嫌ですよね、各社嫌ですね、着順が露骨に下がってしまう、まあ、藤井が一番嫌ですよね、まあ、ルミじゃない、秋はまあ、はい、まだプラス1回ぐらいはいいよみたいな、はい、余裕はありますよね。1枚目スルー、うわスルーしました、うん、はい、トンが泣かれません。秋もトン持ってる、持っちゃうと危ない、だけど、はい、闇点は危ないね、リーチはちょっとさすがに、そうですね、変則すぎるんで止まるかもしれない、ただね、トン流シャンポンで闇点は、はい、ポロッと手出しの白が出た時にはもうちょっとシーソーが泣けるかどうかの選択。さあ藤井はこの1200点を
守って上がりたい、3万点を切らずにオーラスを終えたい、終えたい。脇は受けている、ルミは何が問いつつある。ルミは塩3色が見えてきましたか、はい、ペン3層を払 う、 うん、やっぱ国士に見えてますよね。さあ、ハングマンの地位、チーソー、点チーソーがなければ、ネックはチーソー引ければチーソー、あと2枚ですね。2枚か、2枚目のトンオポンですね。さあ、魚谷秋からのトンオポン、これでペンチーマンの天牌トンちゃんみたいな感じです、ね、トンちゃんたです。チーマンは意外にいるか、チーマンは、はい、2枚です。もう秋はやめでしょうね。秋はやめ、別にこれが高いか安いかは分かりませんけど、シーマンのツモ、魚谷の上がり、はい、トンチャンタ千オル、吉井さんが200点になっちゃった時や、はい、ただ藤井はまだ浮いています。藤井はまだプラスの、プラスで1回戦帰ってこれるかもしれない。さあ、9、4局、ご覧の魚谷が連チャンです。一本馬、ドラはシャア、魚谷のハイパイ、マンズで一つ、一メンツ、ハンズが、はい、ドイツ、何から、まあ、表示牌ですしね、はい、さあ、藤井はピンズで一メンツ、ピンクですか、ピンクですね。さあ、秋もピンズで一メンツ、ルミも一メンツ、マンズです。さあ、早い人はいなそうですが、そうですね、ドラがシャアなんで、はい、シャアがどこに行くかはあんまり、はい、シャアは現状4枚山です。さあ、秋スーピンチーピンと引いてきます。ルミはこれでヨシなんですかね、まあ沈みの3着ですが、5、2から浮き、3色を作れれば浮きますけどね。はい、三差しか、これだと本谷さんいいですね。1枚目の竜は泣かないかもしれないぐらいですか、リーチまで持っていけそうですよね、今の感じは付き方次第 で、 そんな風に見えます。うん、絶好のスーピン、いい、ね、公式ルール3万点、3万点が、一つのボーダーラインです。来ちゃった、ドラのシャア、2人に足止めみたいなのが来ました、はい、藤井秋に、もう今はブレーキのシャアですね、まあ、そうですね、まあ秋はシャアチャなんで多少切りやすいですけどね、はい、秋にもう一枚来るとアクセルのシャアに変わりますか。うん、今ちょっとうまいこと言ったと自分で思いました。ブレーキのシャアとアクセルのシャアをさあ、魚谷天杯即リーチ、スーチーソーです、役はリーチ、怖いね、ラスメの親のリーチやね、これ向かいたくないですよね、向かいたくないね、まあ、秋は向かないでしょうね。いや、1、2、3、2ちゃんって数層あたり、うん、ここは数層となりました。ルミの宝珠リーチ、2000は2300、さあ1回戦はもうどんどん親が連チャンしていくことが多くなっております。さあ、何4局、これで魚谷連チャンです。日本馬となります。まだラスですか、魚谷は。2000は2300ならまだですかね。さあ、ドラはウーソー、さあ連チャンした魚谷のハイパイがこちら、マンズで一面ストーンが統一、うん、ここさ、本日か、うん、ドラはありません。藤井は、お、第1つもで2面ツ、チャンス、ここで決めきんないと、藤井浮いて、あら、秋もシャーの子、シャーチャの秋です。2人さばけそうな手が切ってしまいましたね、はい、ここは魚谷の猛攻がここまでとなるのか、おっと3面ツ目、イーシャンテン、ただ藤井は役なしがきついですからね。いや、そうですね、リーチといって3万点を切ってしまいます。あらら、
まあ、なんか切るんじゃないですか、はい、目いっぱいの、うん、ダブナンの藤井ですが目いっぱい、いやペンサンピンは地位ですかね、はい、地位して後継のイーシャンテン、おららら、うわちょっとこれは面本まで見たくなってきましたね、これは、はい、1枚目のトーンどうしますか、1枚目の、いやここはポンではないでしょうか、私ですよ、私ならポンか、私はポン、はい、私はポンです、違ったのかいやいや、まあ俺は泣かないですけど、あ、そうなんですね、キューマが2枚打たれてあるんでね、はい、そんなにポンしても強くないんで、はい、泣かない、まだ泣かない、なるほど、さあ魚谷がイーシャンテンです、いや、あーペンサンピン払うんだ、親の現物なんでね、あそこ残しとくと、なるほど、結構サンピン拾えるかも、ね、うん、そうですね、その辺うまく使っていきたいですけどね、さあ魚谷チーマンキーが飛んでもない、まあ、藤井に合わせてるっていうのもありますね、はい、藤井がまず切ってるんで藤井からチーしやすいように、うん、なるほど、うほ、これで一通が、ちょっと待って、面本一通イーペイコー、はい、面本一通イーペイコーのイーシャンテン、え、テンパじゃん、ん、あ、ペンチーマンのテンパですね、面本一通すみません今マンズはね、分かりづらいからね、あ、そうなんですよ、マンズはね、分かりづらくて、どうだ、トンが来た、トン、サブロッキーマン、これパーマンか、いや、パーマン、え、どうします、サブロッキーマン、薄すぎるんで、ね、あ、トンつもぎりです、9万がなかった、チーマン数えましょう、あと2枚、いや藤井からチーマンは出てしまう、ルミがただ数枚引くことないのか、ルミチーマン数枚がないから、はい、ルミと魚谷に1枚ずつのチーマン、いや藤井はチーマン切るよ、これパーマンセーフ、パーマンも切りますセーフいや出上がり1万8000、出上がり1万8000です、うわファピアク、あと2枚、ファピアクなし、積もって6000、オルデーテ出て1万8000、うわこれでイーペーコー、イーペーコー、まあ役割にするしかないんじゃないですかね、ウーピンの天敗、ウーピンが先かチーマンが先か、ウーピン2枚チーマン2枚、チーマン、あ、うわここは出ないか、よく止まるな、止まった、よく止まったね、チーマン1枚ウーピン2枚、切ってもおかしくなかった、いや面本に見えないしね、顔は、はい、魚谷マンズは余ってない、あと面本に見えないですよね、急走白両走という切り出し、ウーピン、ここは藤井プラスで終わりました、魚谷の本手成就ならず、しかし悔しい、さあ、はい、悔しいですね、藤井もなんとかここはプラスを守った形で1回戦が終了しました、1回戦トップから、二階堂秋、そして2着に藤井、3着二階堂ルミ、4着魚谷の並びとなりました、はい、続いては2回戦です。